トゥルーどうも、しぼりくんです。小屋行動やっていきたいと思います。さて、えー、新電動ガチャ来ておりますが、紙、えー、引きさせていただきましてですね、こちらですね、えー、新電動ガチャのピックアップのね金枠をですね入手することができました。<laughs> そして、しぼりくんが新しい乗り物をゲットしたということは、性能検証をやっていきたいと思います。<laughs> まあ、ぶっちゃけ言うとね、電動バイクの後のピックアップなんで、 まあちょっと盛り上がりにかけるのはかけますが、まあでも一応ピックアップ初の金枠なんで、ちょっとどんなもんか気になりますよね。このさ、初期のさ、ピックアップロンガイじゃん、これ。で、次にこの東京グールのピックアップ出たじゃん。これがめちゃくちゃ強かったじゃん、これ。で、その次の金枠ときたら、どんぐらいの強さやと思うんで、ちょっとやっていきたいなと思います。一応数字で比べていくと、おおでも安定性はこ、スーパーレア,アの方があるな。 方向転換もスーパーレラーが強いぞあれねおかしいぞただ最高値が一応高いのとあれこれもしかしたらスーパーレラーが強いんじゃねとね数字で見てもねしょうがないんで性能検証やっていきましょうさあというわけでね準備ができたので性能検証をやっていきたいと思いますス <laughs> しょぼしょうもないわしぼりくんチャンネル さて、というわけでピックアップ初金枠の100歩専用性能検証をやっていきたいと思いまーす。さあ、見た目はね、ぶっちゃけめっちゃでかいです。乗ったらわかるんですけど、結構でかいです、マジで。で、タイヤがね、めちゃくちゃ太いんで <laughs>、まあ、パンクはめっちゃ入りやすいかなと。あとはまあ、キャラクター的にコーチをモデルにしてるんで、まあ一応黄色のね、イメージになってますけども、まあ、こういう感じの黄色の色ね、結構好きですけどね。 というわけでね、早速エンジン音からやっていきましょう。あ、エンジン音は一緒だね。ピックアップはね。うん、エンジン音は一緒ですね。では、初速から行ってみましょうか。初速はちょっと遅いけど、っていうか、でっけえ車両、車両っていうかなんだろう。車幅がめっちゃでけえ。めっちゃでっけえ。でかくねえ、ほら。かなりでっけえんだけど、ほら。ちょっとこのピックアップと比べてみるほら。ほら、かなりでかくない まっすぐほらこんぐらいもう約1.5倍ぐらいのかさがあるんでかなりでかいですねさあいってみましょううん普通に使いやすいわこれああこういう感じなら全然使いやすいわそれはちょっと直線飛ばしてみようか飛ばしてごらんシャボンダムトゥ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 1 0 6キロ 106キロ早いね。ピックアップで106キロ出たらもう十分でしょ。さあ曲がりもね、曲がりも全然問題ない。ぶっちゃけ。さすが金枠ってだけあるわ。普通に使いやすい。あのー、なんだろう。うあの、使いづらさみたいな全くないです。かなり万能だな、これ。普通にもう、ピックアップでもこれなら、まあ、全然拾って逃げれるわ。いや、ピックアップかーっていう時あんじゃん。もうピックアップしかない時。 でも一応これがあれば問題ないかなという感じですさあクラクションはクラクションはこれなのねさあ山道行ってみましょうかさあ山道がねやっぱり皆さん一番気になるところなんですがさあ岩当たらないようにさあこんぐらいタイヤがでかいんでね普通ならめちゃくちゃ強いはずですけどやっぱ強えないやこれ四駆より強えかもしれんこれ うんいやーこれめっちゃ吸い付くわこれやっぱりスピードがちょっと遅いというのもあってこれであのしゃかってたら話にならないんでしょうね多分いやさすがにこんだけタイヤがでかければねこんな急な山道もスいスいでしょうやっぱりねいや強い強い強い普通に強いわでぶっちゃけ皆さんね多分ピックアップねバカにしてると思うんですよでも初期スキンこれですからねこれ今ちょっと山道行ってみるとこれほら周りこれだよ遅いほら こんなんな曲がりこれに比べたら相当強くないか実際これしか湧いてなくてこれしか乗り物がなかった時にこの金枠と金枠がないのあるのとないので全然違うでしょこれ弱すぎるもう絶対乗れうわほら、ま、ずっと左押してるのに曲がってくんないもんこれほら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 こ,こんなんですからねこれずっと左押してるのにさすがに初期のねピックアップと比べたら全然違いますよだから皆さんだからピックアップだからってバカにしない方がいいですよこれ ゲットするんで越したことはないと思います。さあ、続いてはね、こちらの山道行ってみましょうか。こちらの山道ね、険しいんで、こっちの山道で検証した方がね、分かりやすいと思います。さあ、この辺どうでしょうか。うわ、さすがだな。さすがだね。え、てかね、個人的にね、四駆よりも強い普通に。あの、アルカイドと同じぐらいの性能があると思います、これ。ボルテックスよりも強いで、これ、全然。マジで。いや、さすがに吸い付くね。 スピードはさすがに落ちるけど。いや、これ、うん、個人的にはボルテックスよりも全然強いな、これ。いやー、めっちゃ使いやすいわ、これ、普通に。これだったら4区じゃなくてピックアップ拾うわ、俺。この車だったら。っていうぐらい普通に使いやすいです、これ。使いにくいって人はいないと思う、これ。いやー、さすがだな、このタイヤのデカさ。さすが、ランクルと同じぐらいのデカさ、これ。ピックアップはやっぱね、ここにね、乗り出し打ちができるのがね、夢がありますよね、これね。 いやここに乗れるのめっちゃ好きなんだけど個人的にしぼりくんチャンネルさて続きまして、えー、ピックアップ100歩専用の当たり判定のね性能検証やっていきたいと思いますさあこれでかいんでねなんつってもまあ当然ながらねパンクはめちゃくちゃ入りやすいかなと思います、うん、パンクはまあ多分まあ、全車の中で一番入りやすいと言っても過言ではないこんだけタイヤがでかければねでもまあその分性能がいいんでね 僕はまあ全然面白いんじゃないかなと思います。お、ここすけるのね。ここすけて。この辺入るのか。はあ、はあははあ、下はここけるのかなおおいいですね。普通の最近のさ、セダンってさ、この辺がさ、つけてさ、あの、足にね、判定があるんですけど、これは足の判定、なさそうね。おういい感じ。ただ、その代わりも頭は余裕で。あるでしょうね。さすがにね。 まあ、ぶっちゃけ当たり判定に関してはピックアップなんでそんな期待してないんですけども、まあ一応後ろから見ていきますね。一応後ろから、パンクもね、縦軸はこんな感じで入りますし、頭もね、後ろから多分この辺狙うと、入りますね。普通に入っちゃうんで、まあこれはもうしょうがないですね。たださっき研究して面白かったのが、この辺だと入んないんですよ。不思議に。ここだと透けてるんですけど、この辺だと、 車両の判定になっっててしまってエで狙うとねほらこの辺辺ここの辺だとこれ頭ですけどこれねこの辺はね車両のの判定なんですよなんんでですこの辺狙わないといけない、うん、これが頭なんでちょっと判定おかしいだろうって思うんですけどこの辺が頭になっちゃうんですよねまあそういう意味ではやっぱ車抜きもされやすいのかなと思うんでまあ当たり判定に関しては、まあ、そこまで強くないですねさあそしてね前から見てもねこんな感じでかなり透けてるんでねまあ、車抜きも、ね、しやすいかなと思います ちょっと待って、なんかちょっと今,今気づいたんやけどこの女性なんかちょっと怒ってないちょっと機嫌悪い顔してない気のせいこれ仕事が長引いて待ち合わせに2時間遅刻してしまった時の女性の顔してるこれ皆さんこんな感じで女性が怒ってる時はとりあえずね言い訳をせず一生懸命ねひたすらごめんねと謝ることをおすすめしますしぼりくんチャンネル さて、えー、ピックアップ性能検証終わりましたけども一応気楽見ていきましょうかそうですねこの前の大同収クリスマスの大同収より上にいるんでコラボ順だと思いますというわけで最後まで動画見てくれてありがとうチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイキン